キン食べる？チキン食べますか？うん、そうです。いや、私たちも仕事じゃないですか。ピッキン。ピッキン。ちっちゃいけどね。うん、キキンをキキンと食べていこう。あ、はい、いいね。こんなケンタに慣れてるからちょっとちっちゃいなと思っちゃった。ケンタに比べちゃいけない。いただきます。あ、これ骨ついてるやつ。うん、おいしい。うん、うまっ。油すごい早いね。早いね。うん、うまいわ。スパイシーですか？スパイシーじゃない。うん、スパイシーではないです、うん、あのスパイシーでちょっと思い出したんだけどさ、もうシゲジックスが私の中でも本当にそこでさ、今日あるよ。今日もあるよ。まーちゃんの本当シゲジックスめっちゃ笑ってたって、家でも一人で思い出して笑ってたもん。ハハハとか言ってる。なんでよ、足りない。そうね、まだまだいけるって感じで。今見てくれてる人って前回も見てくれてたのかな。なんかまーちゃんがね、シゲキックス最近ハマってるらしい。でも電車でずっとやっぱさ、電車さ止まってて、うん、2時間半ぐらい電車でずっと乗ってたんですけど、うんうん、乗り換えながらもうお腹空いちゃって、食欲も最近暴食止まんねえ。ほんとお腹空いちゃってずっと一人で食べてたし、刺激に飢えてるマーちゃん。買ったんだ。普通の刺激1個買ったんですか？うん、あ、余ってるぞまだ。うんうんうん、10個ぐらい買ったんだっけ、丸いシゲキックスバナナ。でも今日でラストなんですよ。マジ笑うんだけど、シゲキックスって言葉ほんと10年ぶりぐらいに聞いたレベルだったんでしょ。え、シゲキックスみたいな。めっちゃ笑ったな。いやね、美味しいんですよ、美味しいんですけど、美味しいけどね、ちょっと強すぎますよね、うん。もうほんと食べ続けてると口の中痛くなるんだ、本当に。だから電車の中でずっと無心で食べてたら、ずっと無心でこうやってなんか隣でってなんかすっごい匂いすんなみたいな。匂いするかなあれ。しない、しないと思って食べてたんですけど。え、しないよ。しないか、わかんない、わかんないけど。なんか口の中痛くて痛くてしょうがなかったです。人生に刺激は必要だからね、しょうがないね。そうね、うん、熱っ、ちょっと、うん、もうみんなお帰りに。さあ、ちょっと換気しました。ジャンクフード、もうほんとジャンキーなものばっか食べてるよね。やばいわ。もうなんか最近体にいいもの食べてないからさ、うん、これです、これ。193番さん NG コメントです。いい出汁取れそうな骨。そうでさ、そうそうそう、うん、そう。もう一個みんなさんに見ていただきたいのが、もしね、YouTube 見てる方いらっしゃったら、うん、三和交通の東京営業所の YouTube があるんですよ、うんうんうん、それをね、それに第1回目かな、動画上がってるんで、チョコボールのやつ見てください。まーちゃん体張りました。あー、私もあれか、帰ってきた。よいしょ。まーちゃんが体を張った回。皆さん、チョコボールっていつ食べました？最近。あれですよね、
キョロちゃんでね、キョロちゃん、キョロちゃんの、キョロちゃんのチョコボール。でもめっちゃ前だと思うな。そう、小学生以来かな。バカになると。七味は別にいいかな。後で見ますね。お邪魔します、ありがとうございます。そうね、なんかさ、わかんないけどさ、チョコボールをさ、130、それはクロちゃん、クロちゃんか。でも思い出さない。チョコボールをさ、130個ぐらい買ってきてさ、金のエンジェルが出るまで食べる。いやー、きついよ、きついよ。でさ、結構人数いたんですよ、朝一で行ったの、営業所に。で、もう分かってたから、前の夜から私ご飯食べてなくて、で、もう超空腹の状態で挑んで、8人ぐらいいて、1人ノルマ15個だったんですよ。意外といけんじゃねみたいな、こんなぐらいのやつだから。それはいいですね、だって見なくていい。金のエンジェルはリアルで見たことないわ。そうで、6個で私死にそうになりました、リアルに。あれ、6個って言っちゃった、ネタバレしちゃった、まだ上がってないから、そう、予告動画しか上がってないネタバレ。そう、まあ、私はね、6個しか食べれなかったんですけど。え、金のエンジェルってあの金の卵の、あ、そうそう、がもらえるやつ、もらえるやつですよね。まあね、出たか出ないかまたその動画をね、おいおい見ていただければと思うんですけど、いや、もうマジでね、今までの大食い企画、大食い企画とか、激辛とか、辛しいとか、そういうやつの中で一番辛かったチョコボール。え、マジ？エンド？エンド超えた？どっこいどっこいぐらい。マジ？まあでもね、チョコレートって胸焼けするんですよね。チョコレートとピーナッツと、あとイチゴもあったんですけど、なんかね、あの、なんだろう、もうこれキラキラしちゃうかもしれないって恐怖と戦ってた。リアルなやつ。なんか、私も、大学生の頃に、なんか、マックスブレナーって知ってます？マックスブレナーっていうチョコレートの、なんかお店があるんですよ。たま、ピザ、マシュマロピザみたいな、チョコレートのマシュマロピザが有名なところで、そこに友達と行って、で、そのピザ1枚ずつ食べて、で、その後なんか、クレープみたいなのを食べたんですよ。で、なんかね、瓶にね、チョコレートが入ってたので、それと一緒に来たから、あ、これかけるんだと思って、まあ普通に躊躇なくもうバッてかけて、で、切ったら中からまたブワッてチョコが出てきたので、ちょいちょいちょい、だんだん瓶に置いたって思いながらも、まあしょうがないと思って食べてるの。もうほんと最初はやっぱ美味しいと思って、ほんと最初の5分くらい美味しいって食べてたけど、もうなんか10分ぐらいなの、こういう状態。本当に辛かった。本当、あれは本当辛かった。飾りってこと？ちょっとかけてねぐらい。なんか足りない人はかけてねぐらいだったのかもしれないんですけど、もうめっちゃもうチョコの海みたいになっちゃって。あれ辛かった。あれチョコレート辛いんだよね。あ、程よくがいい。シュウさん、広告ありがとうございます。あ、トムリュートラさんもありがとうございます。ありがとうございます。広告。すごい。チョコボールじゃなくても、この放送にはエンジェルがいるよって。嬉しい。嬉しい。焼きすぎだよね、顔。嬉しいよ。いやね、毎日つらかった。ちょっとでいいってことか。かな。なんかね、あの、食べる前は、なんか別にカロリーとかもやばかったんだけど、なので、翌日の肌荒れが怖すぎて、でもお腹空いてるし、余裕でいけると思って、行ったら、美味しかったのは3箱目までだった。でしかも気づいた、みんなで気づいたのは、いちごよりチョコの方が食べやすい。うん、そりゃそうだよね。チョコピーナッツの方が食べやすい。いちごやばそう。なんかね、もうね、あのね、もう吐くあれ。吐く。でもすごかった。で、結局まだ全員で半分しか食べてないですよ。これ。やばいね。だからもう次回が待ってるんですけど、そう。ママンですか。ママン写真送ってきてたよ。ママン今日高尾山行ってんし。もうやばいでしょ、私のママン。すごい、え、何何、それは普通に友達と寒そう高尾山行ってくれとか言って。大丈夫だ、凍ってないの。なんか
ちーちゃんリュック貸してとか言ってリュック持ってないから可愛い高尾山って高尾山だからその写真送ってたんじゃないかな親子して高尾山ねえ懐かしいよそうそうチョコいいんですよね一かけらでもあった方がいいんですよねまあでもチョコだけでなんか生き延びるみたいな話ありますもんね、うん、なんかなんだろうねあのピーナッツの油分とかも多分チョコボール自体のなんかコーティングのやつもあると思うんですけどなんか本当に初めての経験だったお腹は空いてんのになんか胸焼けっていうんですかうんてかもう胃が気持ち悪いしなんかもうね、うん、気抜いたらうってなるうってなっちゃうやつリバースするやつねそうやばかったあれ初めてって頑張ってどうにかなるやつじゃなかったあれうんなんかあるよねで6箱で終わった申し訳ないと思います人生初めての体験だったんだうんお腹空いてんだよでその後すき焼き弁当食べてピザ冷めちゃうあじゃあ最後のあもう結構冷めてるあやばい最後食べちゃおうはい、マジでありがとうございますこれがプロトロピカルみたいなやつパイナップルが乗ってるやつそう超美味しいやついただきますピーナ残してないうまっおいしい、ま、うまし本当に今ワク感だわうん幸せな感情が心を満たしてる何その言い方キモいポエマーになったすげえポエマーだったけどすごいポエマーだったね今何笑ってる怖い怖い急に急にポエマーになっちゃった地悪地悪はあっちうん落ちてしまったでも私もちゃんと食べるなら鍛えられたここのリスナーは昆虫でも美味しく感じるさまあこんな二人と食べるなら昆虫はさすがに褒めてんのかこれどうなんでも私もこの間人生初な初っていうかすごいなんか苦しい思いもしたんですけど、うん、この間ほんと先週のニコ生、うん、3億円事件のツアーの様子をお届けしたじゃないですか、うん、でその時にその、まあ、ニコ生見てくれてた方は多分分かると思うんですけどご飯が食べてなかったんですよ、うん、で結局3時ぐらいまでご飯食べれなくて前回ねそうでもうねほんとね営業所戻ってきてもう早くね食べたかったの何かしら胃に入れたかったんだけどでなんかこう営業所に戻ってる間もなんかコンビニ寄るみたいな肉まん食べるみたいな話してんのになんか一向に寄らなかったじゃないですかちょっと若ピー見てるからちょっと見てないでほしいんですあどうした見てないでほしいんですけどえ寄らないのみたいな私誰だと思っててえ結局営業所帰ってきたしあまあしょうがないかみたいな、まあ、まあ普通にまあしょうがない仕事だからね仕事中だからそのコンビニなんて寄ってられないけどでなんか仕事終わった後もなんかうんあなんか仕事終わった後じゃあ肉まん食いに行くかみたいな感じにもならず、うん、なんかどうするみたいな我慢するみたいなノリになったんですよ、うん、え無理なんですけどと思ってしかも本当になんかもうなんだろうマイナスだったんですよ私のなんかもうお腹がもうなんかもう、うん、もう本当もうめっちゃ痛いぐらい、うん、お腹空きすぎて、うん、ほんでもうテーブルに突っ伏してもう本当死ぬみたいな感じになってしたらなんかもうみんなが食料を分け与えてくれましてなんとか生き延びたんですけど本当死ぬかと思ったあれ
怖かったよね。うん、なんかね、怖かったもん。大丈夫みたいな、倒れちゃうんじゃないかと思った。それは言えなかった。なんかね、空腹を我慢しすぎて、なんか胃がね、もうほんと痛かった。うん、なんかね、私峠を越えちゃったからなと。でしかも多分私ココア途中飲んでたから、途中っていうか最初から買ってたの飲んでたから、特に血糖値下がらずみたいな感じで、もうね、水一滴も飲んでなかったの。それはきついよね。そう、それもあってね、ほんと超胃が痛かった。まあ、タイミングないのは分かってたんだけどね、なんか用意したけど、もうだってめっちゃ体調悪い人になってたもんで、どうしたのって言ったらお腹すいうん、お腹ついてあんな体調悪い人いや、そんなんでね、そんなんでならねえよと思うと思うんですけど、うん、ガシするってずっと言ってたもうね、ちょっと笑、なんかダメだよ、笑っちゃ心配しなきゃいけない場面なんだけど、ずっと笑ってねえ、びっくりしちゃった。しかもなんかシゲキックスなんかあげちゃうから、いや、シゲキックス、シゲキックスだけだったの唯一の食料が。だからあれなかったらもっと死んでた。本当にやばかった。なんかすきっぱらに激熱を入れちゃったからそうでさ、朝食べてないのかなと思うわけじゃないですか、うん、朝食ってるって言うからびっくり、うん、なんかね、食べてんのみたいな。まあでも朝食べて、いつも昼食べてるわけですよ。しかも10時のお菓子食べてるのね。もうその10時のお菓子とお昼が飛ばされたから、もう私の胃はパニックですよないのないのないないみたいなやばいよね。あ、シゲキックスが登録されたもちろんミロソーダ、うん、なんか私いなんか横隔膜をよくつっちゃうんですよ、ね、うんなんか言ってたね。それは辛いけど、キーちゃんマジで本当体調悪すぎて倒れるかと思ったもん。松村、あ、あの人ね、あの大きい人、大きい人。あ、でもなんか、まあ、量によると思うんですけど、そういうなんか5食ぐらいがいいみたいな言いますよね。まあ、小刻みに食べ、なんか少量も食べるのがなんかお腹8分目とか、そうそうそう、もう分かんないけどさ、本当死ぬかと思ってさ。何かパーティー感のある方法を見てたら、何かハンカチを落としたくなった。パーティーかな、ハンカチ落とし、あ、ハンカチ落とし、ハンカチ、あ、もうめっちゃ懐かしい、めっちゃ懐かしい、あの、小学校の時とかよくやりましたよね。やってた。なんか道徳の時間みたいなやつでやった。あ、やりたい二人でできやばい、できない。でもなんだっけ、追いかけ回すんだっけ。そうそう、なんかハンカチ、なんか丸い円になって、うん、ハンカチ落とされた人は走り回って次の人に落としてバレないようにみたいなやつじゃなかったでしたっけ、うんうん、埼玉もそういうやつだった。タッチされたらまたその人が鬼なんだよね。あ、そう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 、捕まっちゃったら、うんうん、バレちゃったら。私フルーツバスケットとかやってたな。なんだっけ、座ればいいんだっけ、元のその人が。そうそう、相手、そうそう、落とした人が立った時に、うん、小原くん、そうそうそう、やったやった、懐かしい。あれ、気づかない人は永遠に気づかないんですよ。うん、うん、そっち落としね。フルーツバスケットとかね、やったやった。内容覚えてないけど、フルーツバスケット、なんかあれだよね、確か上履きが赤の人みたいなやつやん。違う、それ違うゲームで、立ったり座ったりしてます。うん、食ってます、食ってます、こんにちは。入りたい、すごい、なんか逆に優そうじゃないですか、うん、スマートに。荒川、荒川、荒川三和交通統括本部ね、部活ね、無所属なんですよ。ん、誰も入ってない、なんかダメなんだってダメって入るのは、うん、なんか、うん、そうなの、なんか
ピアノやってる方はいるんですけど、うん、統括女子の中でなんか前になんかその三交通のバンド入ろうとしたらダメって言われたダメじゃないですか、それはなんかそれは本人とあのその人の思いづらい、社長にダメって言われたんだよ、なんでよ、どうだったっけな、でもちょ結構前だと思うんですけど、まあ、でも確かに職員で入ってる人あんまいないですもん、うん、いやいやそんなことない、あとマコピーとかフロサール、まあでも女性の事務だからかな、関係ないもん、関係ない、うん、まあ、基本はできるんでね、うん、女子サバゲームでも作ります、サバゲお金かかるよね、なる、楽しいけど趣味で破産しちゃいそうで、ね、そう昨日ね、久々に夜私 PUBG モバイルをね、うんうん、4週間ぶりだろ、久々に開いたんですよ、うん、でさ、友達になってる人からのなんかコインのプレゼントみたいな通知来てる、来るんですけど、それを開けたらえらい数来てたんですけど、でもすごい長いことやってたじゃないですか、うん、みんな、うんうん、でももう私も飽きちゃって、昨日久々に回っちゃったんだ、そう、入ったらさ、もうマカピーやらさ、その他のさとあるお二方、お三方ぐらい T 坂さんとかね、そう、毎日やってるみたいで、すげえ、大坂さんとかね、そうそうもう言っちゃってるけど、言ってるけどねすごいなって思って、なんかびっくりしちゃった、履歴書持ってここをクリック、シュウさん広告ありがとうございます、ありがとうございます、びっくりしちゃった、好きだなと思いながら、うん、はいねえ、やめて、もう誰がコメントせっかかってからなでもね、今日ねお仕事で、前に私が無精室の時代にそのいた横浜営業所ってとこ行ったんですよ、そしたら「やなんか太ったね」みたいに言われて、あんま太ったんですよねみたいな感じで言ったら、なんかまあ毎日毎日会ってるとわかんないじゃないですか、うん、なんだけど久々に会うからやっぱわかるよって言われて、痩せねば、痩せねば、だってね糖質、いやもう全然やってないからね、さっきまーちゃんに話したけど最近めっちゃ食ってるから、食ってからって言われてもそんなん言われても暴食半端ない、冬だから、今日冬なんだよね、しょうがないよ冬そんなになの、もう測ってない体重、やばいよね、じゃあね、ちょっと年明けたらダイエットしますまあ寒いから今は、そうちょっと暖かくなってからがいいと思う、年末はどうしても太るからね、うん、しょうがないな、こういった私も増えてるからね、だから放送はしない。気にしない。なんかすごい顔がテカっちゃってしょうがないんだけど、にくいからね。ちょっと私、暖房の部屋にいると顔赤くなっちゃうんですよね。うん。暑いからね。なんとも言えない。今日のなんか、何バイオでもやる？どう？冷房は辛い、どうする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 、バイオやる、やる、バイオやりたい人、ディアブロやりたい人このまま話お話放送でも全然いいです、いいよ、ディアブロ、死因、バイオ、青鬼ぐらいだね、どれがいいですか雑談、うん、普通に、あ、そうそうそう、私これ234番さん、今見えた、それって褒めてるそれ褒めてる、何それ、あ、あるよ、 PUBG 売ってるよ、本当だ、 PS の有料なのか、有料、
と41分なんか普通に話してるとすぐ終わっちゃいそうな気もするし、うん、ゲームで、うん、なんか微妙な時間だね。微妙な時間。雑談の方がいい？どっちがいいかな。どうなんだろうね。お腹が急にいっぱいになってきた。でもあれか。何か。え、クリスマスパーティーでよろしやろ？W。そうなんすか？二十何年ぶりに無冠になっちゃったんだってさ。マブさん。マブさん？マブさん。そうなの？あ、そうなの？T 部長が悲しむ。めっちゃ好きやから。そうなの。ああ、なんか言ってたかもしれない。なんか言ってたかもしれないな。あ、じゃあ雑談にする？マブさんね。あらまあ。なんか話そうと思ってたことあったんだよね。来年の抱負。え急に来た抱負。まあちゃんはチェスでしょねえ待って急に指定じゃん。チェス指定チェスやりたいんでしょ。やりたい。その前にオセロやろうよ。オセロいいね。じゃオセロやろうよ。オセロやろう。まあちゃんオセロ知らないんだって。オセロ知らないやり方。元10年間アイドルの方だね。え、そうなんだ。80年代アイドル。自分の今年を表す感じ。急に来た。もう心霊行きすぎてそれ関連しか頭に浮かばないけどね。ね、感じって難しいね。むずい。何？丸か何？自粛。ダメだよ。丸丸まあ丸か。なんか妙に納得してしまったけども。なんだろうな。なんだろうね。来年の抱負はじゃあ先に。来年の抱負。痩せること。マルさん、巨人遺跡しちゃいましたね。あ、広島。うん。カープ。靴が。ちょっとなんか家モードになってきた。そうだね。まあ痩せたいし。お二人の今年の流行語は何ですか？流行語？おっさんじゃない？バイオで何回おっさんって言ったっていうぐらい言ったよね。おっさん言ったわ。おっさん連呼したよ。おっさん連呼したわ。確かに。なんだろうね、来年。でも来年になっちゃう。来年4月を迎えると私3年目になるんですよ。やばないって自分の中で思ってて、全然なんかね、まあ統括本部でも一番年下だし、なんかまーちゃんも先輩だし、だからなんかね、いつまでもね新人のつもりなの私。全然成長してないんだよね。なんかだからね、もっとしっかりしたいなっていう気持ちあります。してるけどね。なんかね、ダメなんだよね。いつまでもなんか甘えちゃう。ダメなんだよね。ダメなの。私甘えちゃうから。私来年でしょ。何やばいよ。下が入ってくるからね。来年やばいよ。7年目だよ来年。いずれ会社するけど。やばないよ。監督は10年目ぐらいやけどラ。ですってお嬢。嘘でしょ。3年まだ2年目ですよ。2年目。来年で3年目。いずれ廃車する気も、廃車？どういうこと？すごいよね、本当にね。
もう来年はね、女の子もきっとね、うん、いっぱい入ってくるだろうから、うん、そう、いっぱい入ってくるんですよ、予定では。車の手配とか。車の手配？よかったら。無線センターはね、もう私たちどっちも経験してるんで、ね、うん、私3ヶ月だけどね。管理職はね、ちょっと難しいんじゃないかな。サンナさんが養殖してるけどな。増殖？あ、ツイッターのサンナ。あ、そうそうそう、そうそうそう、1号、2号、V3 ね、やってるんだ。ツイッターやってますよ。さあ、無線室、無線室もやってます。無線やってますよ。どっちもやってますよ。でももうシステムとかいろいろ変わっちゃったから絶対できないわ。システムね、うん、そうね。じゃあ何話そうとしたんだっけな。そうだ、告知なんかあったよね。あ、そう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 。ツイッターでね、つぶやいてるんですけど、一個ね、なんだっけ、三芳町のね、ふるさと納税、あの三和交通の埼玉営業所がある三芳町、埼玉県の入間郡三芳町のふるさと納税に、新です、あ、ミステリーツアー、ミステリーツアーがふるさと納税として、発売されます。ゴミついてる？あ、サンタ帽のさ、白いやつだよ。すごいくっついてる、ね、すごいくっつくの、これ。そう、で、1月、来年のですね、1月4日から、発売開始になります。言っときますけど、心霊スポット巡礼ツアーではなくて、ミステリーツアー。ミステリーツアー。ということを、ご確認ください。まあでも、ホラー要素ありっていう感じなんですけど、はい、ミステリーツアー。ホラー要素ありのミステリーツアーなんで、ちょっとふわっとしてる感も否めなくはないですけど、うん、一応うちの三和交通プレゼンツの、ね、三芳町役場の方とコラボして発売されます。はい、楽天でね。そう、楽天市場で販売してます。してます。なんでもしふるさと納税なんかないかなみたいな、うんうん、でかつ心霊好きだよって方は、まあちょっと見ていただければ。なんかね、どんどん丸くなる、なんだってなんか今日めっちゃなんか言ってくるな、この言ってる人分かってんだけどね、うん、もう分かった、もう痩せる、4万円高いんだけどね。4万円、まあふるさと納税なんでね、うん、みんなは4万円になります。ミステリーツアー、ミステリーふるさと納税なんでね、割引したくてもできないんですよ。申し訳ございません。で、もう一個があれだ、同じくツイッターなんですけど、コスプレイヤーさん募集なんだっけな、ちょっと待ってください、思い出します。あれですよね、そう、新しいツアーを考えてまして、弊社の会議で、で、そのツアーでちょっとイメージ画像みたいなのを撮影したいんですよ、うん、そう、サボポーツの新企画ツアーの、まあ、モデルさん、メインビジュアル等に使わせていただけるような人の、うん、コスプレイヤーさん、うん、某討伐ゲーム、某討伐ゲームのキャラクターのような、まあ、冒険者とか、鎧着てる人とか甲冑着てる人とか、あ、まあ、なんか猫みたいな犬みたいなやつなんでもいいんですけど某討伐ゲームのようなイメージのコスプレができる方募集中してます。男女関係なく、関係なく、年齢関係なくでね、そう、ツイッターで呼びかけてもらったんですけど、一切反応ないんですよ、うん、現在ね。
なので、まあ、もしリスナーさんとかリスナーさんのお友達とか家族とかでそういう方がいたら、ちょっと参考中のツイッターの DM とか、もうそれこそ何でもいいんで、リップとかくださいいただけると嬉しいです。私たちなんかそこら辺の猫みたいなやついいんじゃないですか、うん、なんていうんですかあれ、メインはそのコスプレイヤーさんになるんですよね。うん、そう、本物のね、そのコスプレイヤーさんの仕事してる人じゃなくてもいいんです。本当に趣味の方、そうね、趣味でいいですね、うん、まあ、なんなら初めてやるみたいな感じでもいい。そうそうそう、某罰ゲームのような方、とても言えないですけど、あ、そいつや猫みたいな、なんか犬みたいなやつと、まあ、着ぐるみでも着てればいいんじゃないですか、私たちは。すごいかわいい、うん、かわいい、そういうこと、そういうこと、そういうこと。なんでね、もしね、よければ皆さん、リツイートなり、なんか紹介なり、声かけてくれるなり、やってくださいまし。マシマシマシ、苦しいお腹が、うん、な感じですかね、私たちからのお願いは。ですね、あと30分、私最後だよ、これいいのかな、こんなんね、ちょっとなんか、まあでも私らしい、私たちらしいって言ったらそう、原点に帰った雑談、ね、そう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 、話してたんだよね、まーちゃんと。出ちゃう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 、お試合、なんかいっぱい、割といっぱいやね、うん、原点が24だろ、やめてだから、やめて、原点ね、確かに原点、そうだ、この前ね、そのサンコッツーの YouTube を見ながら私電車乗ってたんですけど、うんうん、あのフェイスパイ、うんうんうん、お買い物ねっていうこないだも言った、そう、笑える、笑えるよね、そう、なんかもうあれさ、楽しいじゃん、あれあれさ、ばあちゃんが固めにバーンってきたやつめっちゃ面白かったまあ初回、一番最後私ですよね、確か、うん、バーンってなって、しかも吸っちゃったの鼻からね、そう、鼻にめっちゃ入ってて、おつらかったの覚えてる。そう、なんかあるんですよ、おもちゃがね、なんか出た数だけレバーをなんかねじって、その手がね、手のバーがあって、うん、その上にホイップクリームを置いて、外れた当たった人はカチッカチってこう回すんですよ。味しあ、まあいいけど、なんか賞味期限切れだったよね。そう、賞味期限切れのホイップあれさ、なんで賞味期限切れておるんってなりながらやってた。溝部長がずっと持ってた、そうそうそう、いや、ほんとあれ、各営業所でさ、なかった、あの、やりたい、やりたいね、うん、どうせならね、ジョージではもうやったからね。そう、あ、ジョージでは何回もやった。しかもね、その初回大雪の日だったの。そう、関東大雪の日で、やばかったね、やばかったね、めっちゃ大雪の日でね、帰るの大変だった、そう、帰るの超大変で、みほさんが鼻で温めておいたクリーム、三和骨、三和骨、それでね、まあ、その撮影が終わって、八王子ので、まだ時間が結構早かったから、うん、統括戻ろうと思って戻ったのよ。戻ってガチャッとドア開けたら、もうみんな帰る支度してて、もうなんか、もう雪だからみたいな、帰るよみたいな、もう戻ってきたんだぐらいの偉いねみたいな、でも帰るよみたいな感じで、そっからすぐ帰るっていうね。でもそこに会えてよかったですよね、そう、誰もいないってなってたら最悪だった。あるあるだから、ね、帰った意味みたいなね。全部ついてるの、すごい。何台何台クリスマス
全部ついてるよ、電気すごい。おいしい。野菜ジュース飲もう。おいしい。ちょっと行ってきます。野菜ジュース飲もうって言ったけど、あの子すごくない？ちーちゃんが野菜ジュースを飲む図はすごくない？ね、もう今年最後の放送なんで。そう、さっき皆さんにもお聞きしたんですよ、それで。ちーちゃんはちーちゃんは明日から当日まで友達のお家に泊まるらしいです。で、私に関しては何も入ってないんだよね。入ってない。もう家で寝てるのが一番いいわっていう。ちなみにクリスマス当日は私とちーちゃんとみぞ部長の3人で YouTube の動画を撮りに出かけてきます。行きます。今年はハッピーバースデー。びっくりした。びっくりした。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー、みやまちゃん。すごい。ハッピーバースデートゥーユー。びっくりした。作ろうと思ったんだけどね。ちょっと私では無理でした。ありがとうございます。買ってきました。かわいい。まー、あ、ちゃん、ちょっと早いんですよ。まー、あ、ちゃん28なんで早いんですけど、もう次のニコラマが年越しちゃうんでね。すごい。なんかすごい金箔みたいになってるよ。すごい。クリスマス予定ないんだよねって話してた。ありがとうございます。どうやってね、あっちに行こうかなって思って、なんかとっさに出たのが野菜ジュース飲みに行こうだったの。びっくりした。超自由人かよみたいな。野菜ジュースと思って。そうそうそう、超自由みたいに。でもね、それ以外ね、あっちに行く理由がなかった。ちーちゃん野菜ジュース飲み行くってみたいな。あ、広告集さん、ありがとうございます。クリスマスより明日の冬至のかぼちゃとゆずに力入れてますから。入れてますから。入れてますな。ありがとうございます。おめでとうございます。写真撮れた。ちゃんとまーちゃんって書いてあるよ。でね、ろうそくもね、もらったんだけど、ちょっとライターないし、ちょっと火はないです。すみません。やめてシュウくん24でございます。ありがとうございます。そう、ハートに火がついてる。ついてますよ。すごい、ちゃんとまーちゃんって書いてくれてる。そう、まーちゃん、なんか金箔みたいになってるよ。そうなの。すんまそんっておさるだっけ。すごい、ありがとうございます。イエイ。これはね、まあ福ピーも余ったら食べれるよ。やった、ありがとうございます。食べよう。スプーンしかないけどね。読めないだろうと思って、開かなかった。どういうこと？誕生日おめでとうだ。いや、ハッピーバースデーと誕生日おめでとう、どっちもあって、どっちにしますかって言われたんだけど、なんかお誕生日おめでとうのが可愛いかなと思って。何？ケーキの中に指輪入ってたら笑う。これやばいわ。それ本当のクリスマスじゃん。ここは憧れますよね。それやばいじゃん。ガリはやばくない？あ、なんだみたいな。あ、ダイヤみたいな。でもダイヤだから割れないみたいな。かけちゃう。歯がかける。歯かけちゃうよ。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。あ、ともりゅうとらさん、ありがとうございます。24歳、まだ23だけどね。まだ私の年下なんです今。そう、今はね、1ヶ月違いってところもすごいよね。そうですよね、ちょうど1ヶ月だから。もう24歳ですよ。そう、全然嬉しくないよね。ついてる？あ、ついてる。いっぱいついてる。なんかね、これ取りにくいよね。サンタ帽のさ、
それで電車乗ったら、あ、すごいついてんじゃん。なんか動くやだ、ついなんかいっぱいついてるみたいな。いっぱいついてる。それな。そうなの。一番重要な点。アレックス。あの CM 好き。アレックスあるよ。お。でもね、電源切ってるかな。どういう仕組みなんですか。ちょっと言ってみようかな。アレクサ先輩。ちょっと待って。カメラ台でやんないでよ。こんばんは。もう一回言って。怖い怖い怖い。もう一回言って。めっちゃ真っ暗。でもね、光るの。だからもしかしたら歌うかもしれない。ちょっと待って、真っ暗すぎなんだけど。電気つける？アレクサ見たことない。電気つけようか。電気つける。あっ、えっ、お題お題受けて。はいはい、モザイクかけて。いや全然大丈夫じゃん。アレクサパイセン。アレクサパイセンはこちらなんですよ。あ、そうそう、すごい。アレクサって言うと反応して青くなるんですけど。え、あ、アレクサにビビる、ビビる私たち。えとか言って、アレクサ、ハッピーバースデーかけて。やばい、充電がない、ちっちゃ。ハッピーバースデーかけて、アレクサ、アレクサ、アレクサパイセン、すごくない？ダメだって。どういう仕組みなんですかね。ダメくさへん。ダメくさやめてあげて。でもなんかポーンって言ってますね。アレクサ男紹介してよ、マジ笑う。紹介されても怖いわ。ウエクサ笑う。アレクサパイセンはちょっとお疲れのようでした。なんでうちの会社にアレクサがあるかと言いますと、はい、統括本部は、火曜と木曜にラジオ体操踊るんですよ。はいはいはい。その朝礼の後、うん、でそれでラジオ体操をかけてるっていう。アレクサで。そうだから吉村さんが毎日アレクサラジオ体操、あ、毎週第1かけて第2かけてっていうのをやってんすよ。かけてくれるんだ。そう、すごい。アレクサがかけてくれるの。へえ。ノラアレクサ拾ったわけじゃないのか。ノラアレクサじゃない。でしかもなんか普通の時はなんか VA ラジオ体操第一指導しますみたいな感じなんだけど、なんか急になんかジャイアンのラジオ体操かける時は時々あってジャイアンの声のラジオ体操のやつがあるんですよ。すごい。それをなんかなんでかわかんないけどかける時があって、怖い怖い。みんなでジャイアンの声でやりながらこうやってラジオ体操やってる時々ある。そのまま超シュール。すげえなあ。お、今年はどんな年でしたか。溶けちゃうかな。食べ、食べようか。食べながらじゃあ。どこだ。ね。今年はどんな年だった。どんな年。どんな年でした、ちっちゃん。漢字一文字また来た。うん、漢字。まあちゃんとどうこんばんは。こんばんは、まこちです。どうしようか。怖いよね、怖い。うなぎみたいな今。怖い怖い。怖いよ。漢字4文字で表すと。漢字4文字。待って待って、頭バカ。よろしくバカになっちゃうか。よろしくバカがバレちゃうよ。食べよ、食べよ、いただきます。もうざっくりいっちゃってください。もういいですか、時間で。稲川淳二ね。
ただきます。美味しいかな。うん、うまい。美味しい、よかった、うん、でもね、手作りよりは買った方がいいか、私的には良かったと思う。うまい、うまい、生クリームのやつが、ね、うまっ、生クリームが超絶美味しい。泣いちゃう。書き初めと百人一首。百人一首ね、やりたいかも。え、でも坊主めくりとか楽しくない？え、知らない？嘘でしょ、やばいわこれ。やばい、なんか私おばあちゃんって山梨なんですけど、山梨でよくやるんですよ。だから田舎しか知らないことやなんだけど、これ坊主めくり知らない？百人一首でやるやつ。でも私がそう、世間知らずな可能性がある。え、違うと思う。マジか。普通になんか誰もが知ってると思って今言ったけど、知らないかもしれない。やめて。え、坊主めくり知らない？知ってるよね、みんな。え、知らない？知らない？やばいんだけど。嘘。自分が、え、その遊び方みたいなやつってことですよね。まあ、ゲーム、百人一首を使ったゲーム。待って待って、でも勝てる気がするよ、ちーちゃんになら。違います。え、何？みんな知らない？マジか。知ってたけど定番だったんだけど。どういうこと？なんか百人一首ってさ、びっくりする、やめてほしい。帰る時にいきなり言い出した。スカートめくりはやっちゃいけません。ダメです。え、坊主めくり今んとこなんか知ってる人1名私含めて2名しかいないじゃん。え、なんかさ、百人一首って女の人とかいろいろ書いてあるじゃん。うんうんうん、紫式部とか、うん、で、その中になんか数人坊主の頭の人がいるの。坊主というか坊主というかって感じの人がいるの。坊主というかってことってオリジナルってこと？違うね、だから髪の毛がない人がいるの。うんうんうん、その百人一首の登場人物の中に。で、その人が当たると、なんだろう、こうなんて言ったらいいの、ダルトみたいな感じでこう1枚ずつこうやってこうやってくんだけど、で、坊主が出たらその人が全部それをもらわなきゃいけないっていうゲーム。うんうんうん、そう、そういうそれ百人一首のなんかやつを使ったやつ。来年は二人をストーキングする。やめてやめて、ストーキングやめてほしいわ。ユラの塔、ユラの塔いいのかな。めっちゃなんかすごい、みんな坊主めくりめっちゃ興味あんじゃん。めっちゃ興味あんじゃん、みんな坊主めくり。このゲームね、面白いっていうか、なんか子供の頃からおばあちゃんとかでみんなでやってたから、うーん、お前坊主みたいな感じでやってた。うっそ、知らない？知らないよ。よかった、知らない人いて。常識だと思ってた。モテモテ、モテモテとはモテモテではないですね、うん、残念ながら。いいね、ピンピン、ごめんなさい。かけたら見てないから。ごめんなさい、坊主です。ストーキング用含め需要ないから、それ。へえ、何の話してたんでしょうか。あ、百人一首したいねって話か。カルタやったよね。カルタやった。お正月だし、でも書き初めもやだな。準備が大変だよね、うん、坊主の人好きですか。まあ別に普通。へえ、詳しい。福笑いもやったんですよ。福田笑いみたいなやつやったんだよ。クピー笑い。クピー笑いか。はい。ん？クリスマスの予定は？イブの予定？なんか友達の家で、あれですよ、スイッチですよ。え、もうさ、なんもないんだよね。
うん、あー羽子板ね、うーん、やろうかみたいな話言ってましたよね前。絶対苦手だわてかあったわ、箱板買ってたんですよ、うんうん、でやんなかった、雪のため中止みたいな。そうそうそう、イブね、なんかでもこの年になるとさ、なんか別にいいかなみたいな。でもさ、さっきもさ、ちょっとビルとかちょっとちらっとお見せしましたけど、うん、統括本部は桜木町っていうかみなとみらいといいますか、もうカップルの聖地みたいなところにあるんですよ、うん、だからね、もう25日平日ですけど、うん、もうそさくさ帰ろうかなと、うん、みんなさ、こうイルミネーションとかさ、観覧車とかの前でこうキャッキャキャッキャしてるじゃん絶対。あ、でも大丈夫ですよ、25話だってほらYouTube だから。あ、そう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 、そうだそうだ、突起すればいいんだ。 逆にですよ、私たちは死ぬあの都内のね、某ね有名な食べ歩きのところに行って、うん、そう25日撮影でちーちゃんと溝部長とおっさんとね行ってですよね、やばくない？クリスマスにね。でさ、もう寝てようかなと思うわけでしょ、イブはね、もうさ、でもさ、誘う友達いないんですよね、うん、この人欲しいんだけど。わかる、すごいわかる、それすなんかめちゃめちゃ限られていて、うん、でもさ、もうさ多分無理なわけよ。そうねっていう話。クリスマスなんてね、くれればいいのにやめて、別にね、プレゼントもないしね。そうなのよ、ごめんちゃい、大丈夫です。あれだわ、多分充電。そう、失礼しました。充電がすごいギリギリの状態やばいやばい、ギリギリの状態です。今日なんか私鼻声だなと思いました、自分で。風邪？いや、全く全く持ってない、うん、内容のない会話ね、わかんない、わかんない、風邪？無償かみたいな。喋りすぎかもしんない、今日はあのインターンでさ。あ、そうね、説明とかしてるとね、エアコンガンガンでさ、うん、すごい暑かったんですよ。水もそんなこまめに飲めない。そうで、なんか最後の方なんかうんみたいな見ながら食べてたらダメだった。何？悲しい話になってしまった。あー、クリスマスの話でしょ、うん、しょうがない、変えてこ変えてこ、まあ、わかんないです、私たち来年ぐらいにはなんかこう左手にありがとうありがとう、あれみたいな言われる機会ついにあるかもしれない。あるかもよね。ウインクできますか？できます。でもね、片方しかできない。なっちゃうの？両目できる？できない。どっちも？できない。あ、でも、ね、多分こっちはできる目全然開いてなかったよ。嘘、大丈夫？こう？いや、でも変わんない。変わんないよ。こうちょっと調子悪い、今日ちょっと調子悪い、ね、こっちがどうしてもね、つぶれないの無理。お二人の理想の男性は？すげえ恋マナになるじゃん、今日に限って。夜だから。やめようよ、女二人の。あとリスナーさんのクリパでそんな話やめようよ。楽しい。なんだろうな、あれ練習してんですかね、アイドルとかね、すごいよね、うん、化粧しやすそうだなと思う、うん、でもほんとこっちがね、どんなに頑張っても詰めれないんだよね。お目いっちゃうかな。ピクピクしてたけど、めっちゃ頑張っても無理なんだよね。プル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 してたけど、目悪すぎて全然見えない。結婚か、なんかちーちゃんは着物似合いそう。あ、白むく？え、なんかね、あのでもドレスがいい。 YouTube でさ、顔越えで浴衣着た時ちーちゃんめっちゃ似合ってたもん。いや、でも色白だし、まーちゃんも似合ってたよ、全然色白だし。
それでだってあの YouTube の昨日の動画そう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 え、でもドレス着てみたいよね。一生に一度でもいいからドレス着てみたいな。うん、うん、そう思います。着れる日は来るんだろうか。しんみりね、なんかね。いや、この間の夜放送の時に着てください、着てください、ね、着たいです。着れるもんなら着たいです、ね、なんか夜放送の時になんか、ま、なんかの話でなんかまーちゃんが結婚したらどうのこうのみたいな話した時に私が、うん、え、やだ泣いちゃうみたいな言ってたら社長がめっちゃ爆笑しながらなんでみたいな言ってていやいや、それはいろんな感情があるんですよ。いろんな意味でね。そう、いろんな意味わかるわかる。なんか嬉しい感情もあるし、なんか悲しい、悲しいってかなんかなんだろうね、なんかいろんな感情あるよね、うん、友達の結婚とかさ。そうそう、アマゾンで来てくれるかな。朝配達で来てくれる。この親、この親のとかはね思わないんだけど、この親を結婚してなんだろうね、なんかねあるんだよな、結婚かみたいな、なんか感慨深い。そう、感慨深いし、ね、だから今友達とかも結構結婚らしいですよね。やばい、私来年多分あのご祝儀貧乏私もだって年明けて1月12日にもう友達の結婚式ありますし、マジかい。やばい、もうね夏過ぎたらもうダダダダダってくる、ね、高校の友達の結婚ラッシュって感じ、ね、そうそうそう高校、うん、あでも地元もそうですね、うん、何の話をしてんだっけ。あと5分ね、ありがとうございます。うん、はいっていうね、クリスマス間近にこういう話をする。いちごいますか。いません。泣いて24で結婚早い。いや早いんだけどね、結構多いよ。でも私高校生の時の未来の未来予想図は、うん、もう25で結婚、あ違う23で結婚して25で子供を産みたいっていうね予定だったんです。わかるよ、23終わっちゃうんですけど。わかると思う、うん、あと1週間ぐらいあるからさ、わかると思う。辛い、辛いな。なんかさ女の子だったら分かるかもしれないし、男性でも渡されたこととかあるかもしれないんですけど、小学校とかの時って書いてみたいな感じでプロフィールみたいな渡されませんでした。マイプロフィールみたいな、書いた書いた。私たちの世代それがすごく流行ってて、なんかリングで、そうそう、リングでこうなんだろう、プロフィール帳っていうのが流行ってたのよ。ありがとうございます。でそれがなんか私の名前は何々、ニックネームは何とかだよ、血液型は何型で、星座は 何座だよみたいな感じの文章をこの空欄の部分を埋めていくみたいなやつだったんですよ。そう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 、変更とかね、そうそうそう、でそういうのがあって、そこになんかその今好きな人はいるいないとか、そういうなんか 恋ゾーンみたいなのがあって、はいいいはい、でそこにその私は何歳で結婚する予定みたいなのに、ね、私普通に22とかで書いてました。あそうなんだ、ね、待て待て、私どこで間違ったんだ。間違っちゃった、懐かしいですよね。ありましたよね、書いてた書いてた書いてた、懐かしい、あの頃は楽しかったな。いやいやいや、今もね、今も楽しいけども、好きな人カズキくん、カズキくん、カズキくんカズキくんは小一の話でしょ。ケンちゃんにはカズキくんがいるんだから、探さないといいですかね。カズキくん、もうちょっと視聴者が増えたらカズキくん創作大作戦超ウケるわ、やるから本当にどんぐり持ってやるから、どんぐり持って歩いてたらカズキくん声かけてくれるから、どんぐり持ってずっとカズキくんってやってるから、やばい、超不審者だから。はい、ということで2分ですね、やばいやばい、早い、はい、もうありがたった山でございます。ちょっとね、もう帽子も脱いじゃって、脱いじゃった、クリーパー感はないんですが、はい、
皆さん今年も1年間ありがとうございました。またね、来年から、普通にね月2回にはなるんですが放送しますので、まあ昼放送とね夜放送やってきますので引き続きピンとしてる。はい、三和交通ともどもねありがとうございます。ありがとうございます。三和交通ともども、まーちゃん、ちーちゃんをよろしくお願いします。トラ先輩、トラ先輩ね、その倒れてますけど、トラ先輩をよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。来年もよろしくお願いします。良いお年を。良いお年を。でね、三和交通では乗務社員さん、ドライバーさん募集してますので、募集してます。はい、もしお話だけでも聞きたいって方がいればホームページからご連絡いただければと思います。で、ツイッターのやつも募集してますので、はい、よろしくお願いします。いろんなことあったね、本当にね、今年1年ね、うんうん、好きでした。好きでした。冬と潮、冬と潮、風邪やインフルやね、気をつけてください。上に、ね、皆さん気をつけてください。あ、そうよ、募集してます。募集してます。一緒に坊主めくりしよう。してくれる方もまた来年もね、早めに予約できるようにしとくんで、うん、来年も年明け放送を楽しみにしていてください。はい、良、はい、いよ年を。バイバーイ。メリークリー。メリークリー。踊りだす気分に。じゃあね、良いお年を。良いお年を。動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。